3月14日月曜日、阪急電車宝塚線庄内駅に来ました。これから庄内東公園に行ってみます。庄内東公園は庄内駅から南に徒歩5分、阪急電車の線路沿いにある公園です。周辺は住宅街、戸建て住宅が多い落ち着いた街並みです。公園の東側は樹木がたくさんある遊歩道、西側は遊具エリアになっています。大阪府豊中市庄内東公園です。入り口正面に大きな複合遊具があります。この遊具は大きな木の幹を押しているようです。ラクダ、ハトかな。またラクダおった。3頭目。とりあえず登ってみました。上に登ったら頭ぶつけないように注意してください。ここからの眺め最高やね。滑るときスピードが出しにくくなっていて、子供でも安全です。鉄棒です。海に暮らす動物たちの遊具。イルカ、そしてフグ。おお、これはええフグやな。一目でそれとわかる。
フグ以外の何物でもないフグですね。ほんま素晴らしい。これは登り棒ですね。棒は完全には固定されておらず、手で持てば少し動きます。パーゴラ。この公園に水道設備はあるのですが、水出ませんでした。残念です。公園の東側の遊歩道、のんびり歩くのにちょうどいいな。今日はよく晴れて暖かくてとっても散歩日和。糸杉多いな。あんまりいい天気なんで、空から春がこぼれ落ちてきたみたいやな。このフグの表情ほんま好きやわ。どなたか知らないが、聖釈迦さんありがとう。